こんにちは、フィルザウィンドウです。ロードスターのね、装備についてちょっと話しようかなと思ってます。買った当時とね、今の違いって、まあこれね、なんか昔話みたいな感じで、まあ茶飲み話で楽しく聞いてくれればなと思います。では行ってみたいと思います。この車買った当時っていうのはね、携帯はガラケーの時代でした。でね、スマホに変わってやっぱ車内もだいぶ変わってきたっていうかね、変わったんじゃないかなと思いますね。まずだいぶ変わったなと思えるのは、この車買った当時最新のオーディオ機器っていうのかな、まあオーディオ機器っていうわけでもないけど、 iPod って今でもありますよね。 iPod クラシックなんてあると思うんだけれど、まあ要は今の iPhone みたいな形してないんですよ、その iPod も。ジョグダイヤルみたいな感じでくるくる回しながら曲を選んだり、ハードディスクがちっちゃいのが入ってるようなね。でそれが最新で、まあ、それの対応したオーディオをつけたりねしてましたね。でカーナビゲーションって、まあもちろんナビゲーションがあったんで、ナビをつけたり、なんていうんですかね、今じゃスマホ1個で済む機能っていうんですかね、がまあ多岐にわたってたっていうんですかね。逆に言ったらこのセルスターのもう話してるたんびに、なんか横から割り込むように話が出てくるんでね、ちょっと鬱陶しい時があるんですけれど、まあおかげさまでこれでね、安全運転というかね、警戒しながらいろいろ走れる装置でもあるのでね、助かってはいるんですけれど、それもスマホで済んじゃう時代になってきてね、車内がだいぶすっきりしました。始めた当初この車にくっついてたパーツがあったと思うんですけど、まあちょっと時間見てね、一気にそこら辺は捨てちゃったんですけど、例えばカーナビなんかもね、もう今はスマホで十分。特にロードスターなんかは置き場がないっていうのは語弊があるんですけれど、あんま大きいもん置いちゃったりするとちょっと視界性悪くなったりするんですよね。それでさえ、まあ、この窓の幅っていうのが NA に関して ND 乗った時はね、広いななんて思ったんですけど、ちょっと視界性悪くなっちゃったりするんでね、そのちっちゃいスマホ、逆に言ったら僕が買った当時のナビなんて、なんかベゼルっていうんですかね、枠がでかすぎて画面このスマホとほとんど変わんないんですよ。まあさすがにこのスマホよりかはちょっと大きいけれど、でそれだったらもうこれでヤフーナビ使ってれば十分だし、まあ、車の時はね、私ヤフーナビ使ってるんですけど、ヤフーカーナビを使えば十分で、しかもね、渋滞情報とかミックスとかそういうね、まあナビならではのやつも、ヤフーカーナビとかそういったところにはもう大体出てるんでね、まあ、使えるというところもあるので、ここにあったでっかい装置が取れて、でそのリモコンも取れて、その配線も、取れて、窓に貼ってたアンテナさえも取れてしまったっていう、まあ、なんかナビで占めてた割合ってだいぶ大きかったんですけどね、そういうのがなくなったり、まあ多分これも今いらなくなってきてんじゃないかな。そうですね、まあその後発生したってことを考えると、ドライブレコーダーがちょっと増えたけど、今ドライブレコーダーってコンパクトでね、性能いいじゃないですか。だからだいぶすっきりしたかなと思いますよね。その昔に比べたらこういうところが変わってきたって。でそれに対応できる車がどうかっていうと、今実際僕の車が進化してってるっていう、進化って言っていいのか分かんないですけど、まあ対応しきってるところもあるんで、十分ロードスターでもね、そういったところは対応しきれてますし、楽しく乗れる範囲っていうかね、逆に快適に乗れるようになってきてんじゃないかななんて思いますね。まあそんな感じでですね、今日はちょっと無駄話の機会になっちゃってるかもしれないけれど、
実際ですね、過去に比べたら外れてるものが多いということですね。で、あ、そうだそうだ、最後に NA のロードスターってジュースホルダーないんですよ。で、一番おすすめなのが、最近はね、いろんないいのが出てると思うんですけど、当時から使ってて使い勝手が一番いいのはこのズームのジュースホルダー。今売ってるか分かんないんですけれど、これはねちょっと高いんですけど、ロードスターの NA のために作ってあるような感じですね。エアコンのそのフックに引っ掛けて、で垂れないようにですね、下にストッパーがついてるんですけど、そのストッパーもしっかりした構造になってて、はめるような感じですね。通常のあの何ですかね、歯車のようなギザギザでガチガチガチってやると、いつか重さで縮んじゃったり伸びちゃったりね、まあフレキシブルに合わせることはすごい便利なんですけど、実際使うとずれちゃったりすることもないっていうことがあったりですね、します。で、ロードスター特有のこうやってね垂れるやつ回っちゃったりねするんで、下で両面テープで留められるようになっているので、そういったところも利便性がいいですね。で、真ん中はね缶ジュースが入るように構造設計されているので、こういったね下が平らな水筒だとこうやってちょっとガクつきますけれど、通常の缶だと缶蓋の抑え込みで多少クリアランスで浮いてるんで、その分しっかりその中でそのずれないようになってますんでね、だいぶしっかりつきますということでですね、まあ、今昔物語じゃないですけど、買った当初から装備品として変わったものとかね、今実際つけてて便利なもの、まあ、これ以上つける気ないんですけれどね、ドライブレコーダーも含めてお話ししてみました。ちょっとですね、今日は無駄話ってわけじゃなくて、茶飲み話みたいな感じで申し訳ないんですけれど、最後までお付き合いありがとうございます。次の動画でお会いできることを楽しみにしてますので、よろしくお願いします。あ、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあまたねー。